はい、皆さんこんこにちは浅田聖です今回もよろししくお願いいたします、えー、今回ですけども今回は、えー、僕のダーツとかそのセッティング編でもねいろいろと説明はしたんですけどもなぜ、まあ、こういうセッティングになってるのかとかどういうものを使ってるのかっていうところのご紹介をしたいと思います。えー、まずはじめに お知らせしたいこことがありりまますすじじゃゃんれかえーね、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけどもエル、えー、スタイル様から、えー、発売の、えー、僕のフライトなんですけどこちら「5、えー、タイムスチャンピオン」いわゆる、えー、国内のプロトーナメントで5年間日本一になった記念として1つの星が 1>, 1つの1回優勝5個入って5年連続優勝という記念モデルを作っていただきました4月30日2020年4月30日発売予定になっておりますのでぜひこちらのフライトの方、えー、シェイプとねロケット2つ種類がありますのでぜひ手に取っていただければ僕も嬉しいですよろしくお願いいたしますはいで、えー、ダーツの セッティングなんですけどもまあ質問でもねあったんですけどこのまずグリセリン仮液ってどうですかって言われることがあってそのグリセリン仮液って僕もいろいろ滑り止めを使ったりとかまあ、回転をねかけるのでやっぱりどうしてもその指のコンディションっていうのが非常に重要になるんですけど。 まあね、海外の選手でよくね自分の指をこう舐めたりして、えー、ウエットにしている方とかもいらっしゃると思うんですけどもそのカリエキは本当にすすごく速攻性があっていいですこういうねなんか香水とかの後前座みたいなものに入れてるんですけどこれを手にこうシュッと一起してちょっとこうねなじましてあげるともう本当に15秒後ぐらいにはすごくいい状態のウエットな。 状態になるので本当にすごく全開に温まってる時のいい状態の手のコンディションに持っていけますでこれなんで使うかってまあ、ずっと使うわけじゃないんですけど例えばもう体がね完全に温まっててすごくいい状態であれば使うことはないんですけどもやっぱ朝一とか昼一とかまあそういう時にね温まりきれてない時とか。 会場とかそのダーツを投げる環境の時にやっぱり寒かったり乾燥したりとかいろいろあると思うんですけどもう暑くても寒くても乾燥しててもこれ拭けば本当に同じ状態になるのですっごくおすすめの商品ですで僕も地元の薬局とかでね売ってるって聞いたんですけど地元薬局とかあんま売ってなくて基本的にはアマゾンとかであの大きいボトル買って詰め替えで使っております でもまあその持続性はないので、降っていってね、えーまあ、3レックぐらいの試合をすれば、もう終わった頃にはね、もうつるつるになるってわけじゃないんですけど、また次の試合とかで、あのまた一吹きっていうような感じの使い方になります。あと、薄めて使いますかとかもあるんですけど、まあ、これも基本的には現役で使っております。ケースなんですけど、こちらのロブスターワークさんのケースで、その。 すごく使いやすいですというよりも自分が使いやすいように作っていただきましたまずは自分のダーツが、えー、2セット入るスティールと、えー、ソフトと両方入ることでチップがまあ10本ぐらいね予備がないと今はプロの方でもね、えー、替えのチップがない場合でね試合中取りに行ったりするとやっぱりそれも減点になりますので、えー、そういう意味でもやっぱり10本ぐらいはストック欲しいなとか いうのとあと予備部品ですねカードであったり、えー、シャフトでまあ細かい部品なんかも収納できるように作っていただきましたはいで、えー、ダーツの方なんですけどもこちらもね早速フライトの方も発売前でありますけどこうセッティングさせていただいておりますまあ、このダーツについてちょっとお話ししていきたいなと思うんですけども あの僕がトリニーダードさんに、えー、スポンサーしていただくことになってで一番初めに出したのがロペスワンっていうダーツなんですけどあのそのロペスワンって何が特徴的かって、まあ、よくある、ね、トルピートの形なんですけども、えー、縦カットが入っておりますで当時その縦カットっていうダーツがもうなくて。 えー、バレルデザイナーさんにもそのリングカットに縦カットを足したいって言った時にもそんなことする人いないよって言われたんですけどあのいざ作ってみてすごく、まあ、今のね2020年のダーツ縦カットが入ってるダーツってもう本当に多くてなんか自分がね良かれと思ってあのやったことがこんなにも浸透して。 需要があるんだなっていうこともすごく嬉しいですし本当にその縦カットありきでその回転にねかけるこの,この前に力を伝えるではなくこうね上にこうダーツを抜くっていう作業にとってすごいいいカットがねいい役割を果たしてくれるダーツができたのを覚えております。で、まあ、ロペスツー、まあ ウィンマワールドマスターズで、えー、初めてそのザ・忍者っていうね名前を付けた、えー、ベスト16になかった時はロペス2でしたねでロペス3からまあ年間チャンピオンっていうタイトルを取り出して、まあ、ロペス4ロペス4はね本当に投げやすくてたくさんの方々に愛用してもらったと思いますそしてまあ、えー、ユニコーンに移籍して、えー、ユニコーン、えー フェーズ1から今のフェーズ2こちらに至るんですけどもこれのね何がいいかっていうとまずはまあロケットなのシェイプなのどっちなのっていうところからいくともともとねロケット使っててまあその刺さり方とかそういう部分とかでねスティールダーツの方で有効なんじゃないかとかこう刺さり方あのお尻下がりのね刺さり方がしたいっていうので使ってたんですけどもまあ今そういうのもいろいろこう淘汰して。 今はシェイプを使っております、まあどちらでも使えるんですけど今やりたい自分がやりたいことがそのシェイプで向いてるっていうことでこちらを使っております。でシャフトがねこう長くなったっていうのはこれまあ今の僕のダーツのその投げ方とかこのダーツに変わってのセッティングとかそのいろいろ見て。 こちら、えー、300スリム使ってるんですけども、まあ、バランス的にもう非常にいいですし本当に投げやすいです。でバレルの特性なんですけどもこの前にねローレットでここにローレットなんですけどリングカットでまたローレットでローレットのリングカットっていう、えー、作りになってるんですけどもこれねこう後ろをこう持って。 この要はローレットもねすごくいいんですけどローレットのリングカットってすごくかかりが強いのでこう後ろをねこう持つタイプでも投げれますし前持ちでここを持つこともできますし3点でまあ後ろに対してここをねローレットのリングカットのここを3点でこう持つのも全て対応できてまあ他にもいろいろできるんですけどその自分のグリップに対していろんな多種多様にマルチに対応できるっていうような。 カットの配置になってておりましてでローレットがね、えー、今すごくまた見返されてるというかローレットの良さみたいなねところも、あのー、本当にうまく表現できてるというかローレットのこの本当にいろんなと方面からの力のね、あのー、アプローチをね支えてくれるカットになってるのでローレットって本当にいい、えー、形に仕上がったなと。 思ってます、まあ長さ重さなんかはその時その時でいろいろ投げてみて一番ね自分がしっくりくるものを選んでるんですけど重心はでまあダーツの選び方なんですけどもまずはその自分がやりたいことえまあもっとさかのぼって初めて買うダーツとかそのど,どういうね投げ方したいっていうのがわからない状態だったら。 本当にちょっとねパッと持ってみて持ちやすいとか死闘させてもらって本当にあこれすごく投げやすいっていうチョイスでいいと思うんですけど中級者からね上級者になるとあのどういったバレルが自分に合ってるのかっていうのが本当死闘した時になんとなくブル入ったからとかこうだったらいいんじゃないかっていうようなその自分がね思ってるものっていうのがよくわからないままなんとなくで買、えー、われてる方とかも多いと思うんですけど。 僕はいろんなものを試してほしいです、えー、後ろ持ちするのもそう前持ちするのもそう3点で持つのもそうですけど、えー、そういうのにねててのバレルが当てはまるわけじゃないと思うんですよ選べるバレルの中からいろんなものを投げてで絞っていくこれはこうだった例えば すごく手にはしっくりくるけど全然入らないまっすぐ飛ばないとかもそうですしあのこれすごく持ちやすいんだけど自分の思ってる飛びをしないとかもうすごく持ちにくいいけど入るるとととかいろんんなことあると思うんですよでもバレルをもち,もちろんねベースにしてそこからそのシャフトフライトなんかでセッティングを出して基本的にはそこで調整微調整していく。 なのでバレル選びなんていうのは本当にたくさんの種類が今ありますのでネットでね買う時ってやっぱなかなか死闘もできないと思うんですけどもちろん好きな選手のダーツだから買うこれは一番ね本当に選手を応援するっていう意味ではもう本当に僕たちもありがたいですしあのそれを投げたいっていう気持ちももちろん大事だと思うんですけどそっからねまたいろんなダーツがありますのでいろんなものをね あのショップで投げていろいろ試してで、えー、どういう基準で選ぶかっていう根本は基本的には自分が何をやりたいかっていうものに対して当てはまるダーツがいいと思います。っていうのは1ヶ月前このダーツ使ってたんだけど変えて1ヶ月ぐらい投げて1ヶ月前ぐらいで前のバレルに戻したら調子が良くなったとか。あの そういうういこととってあると思うんですねあの。重さとか長さとかも,もちろん慣れもあるんですけど前のダーツにしたらすごいイメージが良くなったっていうのもあると思うんですけどダーツってこう練習してると日々やっぱり僕は進化していくものだと思っててもちろん交代することもあるんですけどポジティブに捉えてしゃちゃんとね考えて練習していけばあの前に進んでいくものだと思うのでその時その時に。 えー、自分がこうやりたいんだああやりたいんだっていうものにフィットして変えていくことが、えー、いいんじゃないかと思っております。でじゃあプロの人たちってどれくらいの、えー、ベースでそのダーツ変えてるのとかもちろんカットがね強い弱いとか減ったとかでその交換するサイクルは人それぞれですけども例えば1年に1回、えー、タイプ2タイプ3というを更新していく人もいると思いますし、えー、例えば 2年に1回の人もいるでしょうし、ょう自分が今の自分にとってもっといいものをって思った時にやっぱ交換していくものだと思うので基本的にはその前のダーツがベースで進化していくそういう、えー、サイクルになってるんじゃないかなと僕も思ってますし僕もそうやってます。ですので、す、え、のー、皆さんももしダーツを、 選ぶときに悩んでいることがあるなれば今の自分がやりたいことに適したダーツを選んでみたら技術のスキルアップに繋がるんじゃないかなと僕は思いますはい、えー、今日はね、えー、そういう本当にざっくりとした説明にはなるんですけどもうダーツのね楽しいところって本当に正解がないのでもう自由本当にみんなが練習してきたスキルもうみんなが こう人それぞれの必殺技があって人それぞれの,この自信につながる、ね、こうスキルがあってもうそれを練習で培うことが再現性さえ高ければね本当にいろんなことが正解になっていくもう本当にそれが、ね、楽しいと思いますしもういろんなことを組み合わせてトライリトライもういろいろ試していったらすごく上達も早いかなと思うのでこれからも本当に。 ダーツを楽しんはいでは今回のね動画はこんな感じだったんですけどまたこれからも動画たくさん出していきますので参考になるかねわからないですけど是非ご視聴よろしくお願いいたします。ありがとうございました